もうね、即即見ますんで、ハッピー2の場合は。だから、うん、立ち上がり悪くても侮れんぞというね、認識があるんですけども、ただまあやっぱ言いに越したことはない。うん、あね、今今日はね、まだなんだろう、全体的にね、では消去法っていうのも当然念頭にはあるわけで、で5台でだから2台ないし3台はあるでしょうと、最低2台はあるでしょうって考えると、戦々離脱してくれる台が周りにあれば、その分だから自分の台の期待度が上がるっていうね、ことになるわけですよ。何そのスペゲ、スケベ心を正直に言っちゃうならね。あね、今端から2の1、2の0、1の1、1の1、0の2っていう全然横一線なんで、まあ全然まだ分かんないっていう時に、だから1台でもね、300ゲームとかスコーンで朝からハマってくれてる台があると、だいぶうん、だいぶは言い過ぎだけど、まあ多少風向き変わっていくんだけどね。お、いやいいぞ、50ゲームただね、ハッピー2なんで油断禁物。なんかそう、なんか5の5で合算100分の1みたいな台が、そっからいきなりストレートで700とか800とかね、ハマってたりとかみたいなのをね、やっぱり見たりもするんで、ままね、本当に油断大敵な台なんですよ。ちょっと無作法だけどね。 あれいいぞ、32ゲームあれ、ダグラこの台と右隣のハッピーしか空いてなかったんですよ、ね、いや残り物に服あったかもしれない。ちょっとまあでもこれ色めきだっちゃうよね。ね、まだ350ゲームしか回ってないんで、ね、全然何とも言えないんだけど、だからこれでね、あときっちりレギュラーがついてきてくれて、そうね、まあ、チェリーが気持ちよくなってくれれば、まあ、言うことないかな、うん、110、いや、いいんじゃないか。うん、いいいい、これで433ゲームで3の2、111ゲームで当たりました。お、今トップ手段よ、今左角が3の2で同じだけど、俺も3の2で、左が2の2で、いや今日これむしろ良かったかもね。で右がね、低いてないんだけど0の3なんだよね。いやハッピー2、他が空いてなかったからっていう理由で来ちゃったんだけど、これは残り物にちょっと服があったパターンかもね、これ。
まあ、投資が小5枚だから、235枚でしょ。まあよしよしよし、いいでしょう。これで3の3で、まあ、うん、まあ息子いんでもう700、800枚ありますんで、ある程度まあだからその予想ができるところまではまあ打てるかな。うん、だからまあ1個ねレギュラーだけ先行してビッグが引けないみたいな状況にさえならなければ、1823の4ね、大丈夫かな。7回当たってる台が自分の台とあと左角どっちも3の4で、右角が4の2で、その隣っていうか俺の右隣が1の4で、左隣が2の3っていう状況なんだよね。で左から2番目が2の1で若干出遅れてんだけど、ただね、ああいうのが分かんないんですよとかで、気がついたらね、夕方ぐらいになったら一番出たりとかするのがね、ハッピージャグラー2なんだよね。ね、よそ見したら光るからもう。15ゲームあ、いいです、いいです。いや、まあ前半の、入りとしてはまあだいぶ、理想的な感じだと思いますよ。まあ、とりあえずね、だからレギュラーがやっぱついてこないことにはなかなかその、もう信頼度って意味でね、そこが上がってこないとやっぱりどんだけやっぱビッグが引けしても半信半疑なとこがあるという中で、前半まあレギュラーがね一跳ねありつつで、ビッグも決して引けてないわけじゃないと、だからこれが5の3だったら逆にね、今3の5じゃなくて5の3だったら、まあそれはそれでいいんだけど、そのぐらいならね、ただまあこの後のことを考えると、今はこのぐらいが逆にいいんじゃないかと。で逆にじゃあ同じ8回でも2の6とかね1の7とかってみたいになっちゃうと、まあなんやかんやどんだけどんだけまあ出せるかっていう話ですんでね。はい、69ゲーム、これビッグがいいな、もう、まあいいけども、
あ、止まれなかった、止まれなかったけどまあいいやね、ベル外れ目。127、ビッカまあまあはまったよ、400、500ちょいぐらいはまったかな。なんだろうね、マイジャグとかのいい台打ってる時の感覚に近いかな、今日のこの今の内容的には、ね、このままある程度のとこまで、ね、このペースをちょっと維持させてもらえると非常に助かるんだけどね。だからこの今だから4の6でボーナス10回でしょ、もう向こう10回このペースで当てさせてもらえるんだったらまあもう、うん、今日はもう大丈夫かな、うん、目標そうだね、今総ゲーム数960で10回、2000ゲームで20回っていうところまでちょっと一つ目標に頑張ってみたいなと。で、まあ、そこまで極端に跳ねてるわけでもないんで、ね、ちょっと帳尻合わせのハマりとかなしで2000ゲームで逆算100分の1まで。あ、ありがとう。まあでも、うん、この感じからすると6台中これ完全に半分以上あるね。ちょっと反応のいい台が目立ちすぎる。え、これはね、さすがにたまたまじゃないですよ、うん、89、ね、いいよね。いや、これはさすがにもあるだろう。1000ゲームで負け7だからね。